今日文は中国出身の俳優、映画監督。現代の中国を代表する俳優の一人である。軍人の父と音楽教師の母のもと、河北省東山にに、京将軍として出生。6歳の時に北京へ移住した。少年時代は毛沢東に傾倒し、その著作を愛読していた。やがて演技に興味を持ち、1980年、 演劇大学の名門中央儀劇学院に入学。1984年に卒業後は、中国青年芸術劇院の俳優となり、数々の舞台に出演した。映画デビュー作は1986年の、悲劇の皇后ラストエンプレスで、風貌が似ていると言われ、不義役に抜擢された。同年、当時人気を誇っていた、女優、竜明喜びと、不要鎮で共演。 さらに、第38回ベルリン国際映画祭で、金熊賞を受賞した赤井光莉監督では、主演を務め、世界的にその名が知られるようになった。また、中国国内では1992年に出演した、連続テレビドラマ、ニューヨークの北京人によって、人気俳優の座を確かなものにした。一方で映画での活動も続け、 1997年の草花の三姉妹や超芸妄と再び組んだキープクールなど話題作、大作への出演も多い。1994年初監督作となる太陽の少年を発表。自らの少年時代の体験をもとに文化大学命家の北京で暮らす少年たちの姿を描いたこの作品はベネツィア国際映画祭主演団優勝。 金馬進む作品賞、監督賞など数々の賞を受賞した。この作品の宣伝のため日本を訪れた教文は、東京、靖国神社で、急日本軍の元兵士たちと遭遇し、次回作の構想を得た。これは2000年の鬼が来た。となって結実した。太平洋戦争中の中国の農村を舞台に、 村人と日本人兵士の触れ合いや厳しい運命を描き、第53回カンヌ国際映画祭に出品されて、グランプリを受賞した。しかし、当局の検閲を受けない、無断出品であったことと、その後出された修正要求にも応じなかったことから、この作品は中国国内で上映禁止になった上、教文自身も映画制作、出演禁止処分を受けた。 人気俳優であるため出演に関しては、間もなく、解禁となったが、監督作品は2007年の、日もまた昇るまで撮ることができなかった。過去に、不要賃をはじめ3作品で共演した、龍明喜びや、太陽の少年の年生など、共演者や、自作の出演者とたびたび浮き名を流していた。1997年に、 フランス人研究者のサンドリーヌ・シュニベスと結婚して、数目を儲けたが、2006年には、ヘブンアース・アマチ・ヒデオ、日もまた昇るに出演した15歳年下の周院との間に息子が誕生した。後日、別居状態が続いていたシュニベスとはすでに離婚したと報道された。生きる、心の湯などに出演している俳優の京武氏は、実定。兄の名が、文。 弟が部であるのは恩名思想に基づく両親の考えで家族の中でバランスが取れるようにという願いを込めてのものという日本語題があるものはないに記した。ありがとうございます。